年という月を待ちわびたファンにとって長い一日となった。開門と同時に満員に膨れ上がったスタンドでは、試合前から大声援が響き渡っていた。グラウンドに入っていた時からもうすごい自分なりに興奮してるのがやっぱ分かるんですよ。同点で迎えた6回、打席にはここまで51本塁打を放っているランディ・バースが立った。その姿は不安にあの時の場面を蘇らせた。ツーアウトランナー一塁二塁、バッターボックスバース、バキャラの1球目打った、大きな当たり、センター下がる下がる、ジャーバース、掛布、岡田の3連発。打って打って打ち勝つ野球。この年のタイガースは野球の常識を打ち破ったチームであった。またまたバックスクリーン、こんなことはあるんでしょうか。本当にこう無心で打った打球と思いますけど、ホームラン、ね、狙ったらあそこには飛ばないと思いますよ。Myself and Kakifu and Okada hit back-to-back-to-back home runs and beat the Giants. And our team kind of changed a little bit in that series and it gave us confidence. And after that, I thought we could win. Fuan の願いがこの打席でも現実となった。バースの打球は右中間スタンドへと突き刺さっていった。そして2点差で迎えた9回に、今度はミスタータイガースが4番の意地を見せた。1点差。あの時の3連発を思い出させるように、岡田の打球はセンターを越えた。土壇場の9回にトラは牙を抜いた。同点。しかしこの時、このまま同点でも優勝になることを知っていたナインは少なかった。集まった時に、おいこれ引き分けだったらどないなるんやと、ちょっとベンチって聞いてこいって、で僕らがベンチってどうなんすかどうなんすかって、ベンチが優勝だ優勝だってたんで、中西に釣って点取れるなよっていう、そして21年間待ちわびた瞬間が訪れた。It was a great moment. Something that it's one of the greatest memories in my life. For fans, the people の何かこう。だから積もったものがなんか一気にこう爆発したっていうか、だからちょっとこう熱くなるものがありましたね。タイガースの地元大阪道頓堀でも六甲おろしが深夜まで歌いかけられた。それはもう人員と来てやね、もうどないなってもいい感じで、なんかね、結婚して初めて子供生まれたみたいなようなそんな感じで。甲子園球場の近くにあるタイガースファンのための店、虎。ここでは85年の優勝の思い出がそのままの形で残されている。まるでこの10年間時が止まったかのように。もう応援しても応援しても、まあまあ昔思い出すだけで、まあ今はどうしようもない状態に入ったわね。まあ、なんか不憫な我が子を持ってるみたいに、わしらが応援したらな、どないもならねえと。21年ぶりの優勝はタイガースファンに再び猛虎の時代をもたらすはずであった。しかし三冠王バースが去り、怪我のため33歳で掛布が引退、チームの魅力であったホームランも減少、ミスタータイガースを継いだ岡田もオリックスに。
主砲をなくしたタイガースはこの10年間 A クラス入りはわずかに2回、最下位は実に4回を数えた。虎の牙は完全に抜かれた。当時 の200発打線という打線はですね、なかなか今の甲子園を本拠地にして戦う中でできないと思うんですね。守りのリズムっていうんですか、その野球を考える野球をした方が僕はいい結果が出ると思いますね。10月6日、今年最後となった甲子園球場、変わらぬ不安の姿があった。やっぱり次だからですわ、命がけで。はい、まだ弱いから好きですね。母性本能をくすぐられます。この日は85年のトップバッター、真弓明信のタイガース最後の試合でもあった。もうやろ、もうやろ。真弓のさよならでこんなやつな、やっぱり寂しい。10年前、トップバッターとして34本塁打を記録した真弓明信もまた縦縞のユニフォームに別れをつけた。バース、掛布、岡田正義、そして真弓もまたタイガースを離れた。タイガースファンにとっても10年前の思い出に別れをつける時が来たのかもしれない。Hudson Tigers to me is like a family. Because you know? I played for them, I respect them, and they respect me. So it's kind of like your family. Tatejima の父しかないですからね。まあ非常に僕の野球の中で阪神の存在ってのはすごく大きいんだと思いますね。